ディープスカイは日本の競争馬である。主な勝チクは2008年の NHK マイルカップ、東京優秀、神戸新聞杯、毎日倍。同年の JRA 賞最優秀3歳母馬主戦機種は4位広文馬名は馬主が使用する冠名、ディープと空を意味する、スカイの合成で、澄み切った大空という意味。2005年4月24日。 北海道浦河町の笠松牧場に生まれる。父は2001年のサツキ賞優勝馬、アグネス・タキオン。母アビは2003年に輸入されたイギリス産馬であり、本馬は日本における初語であった。出生直後はそれほど目立つ馬ではなかったが、成長に従って堂々とした気象と頭の良さを買われ、牧場関係者の期待を受けた。同年夏、馬主の深見敏夫が勾配。 翌2006年5月に育成調教を始められると際立った動きを見せ始め、またこの頃には馬体も非常に優秀なものとなっていた。競争年齢の2歳を迎えた2007年、競争名ディープスカイと名付けられ、滋賀県の立党トレーニングセンターに入級。当初の管理調教師は山内健二であったが、事情により9月に今三つ具のもとへ手沼やした。2歳3歳。 編集2007年10月に、京都競馬場の新馬戦で、松田大作を安城にデビュー。単勝2番人気の支持を受けたが4着に終わる。なお、1着は2010年のマイルチャンピオンシップを制した衛進フォワードである。以後も、竹豊野本昭吉、藤田真二と騎手を変えながら連戦したが、2歳児は4戦うち2着3回と、勝ちきれなかった。 翌2008年の初戦は9着と大敗。しかし2週後の3歳未勝利戦において、通算6戦目での初勝利を挙げた。続く条件戦では、津村昭秀を安城に2着、重賞初出走のアーリー・イントンカップでは、幸い秀明を安城に3着と、後方から追い込んでは先頭に届かないレースを続ける。しかし、3月29日に出走した毎日敗で4位。 広文フが初起乗すると、ここでは追い込みが決まり、一番人気アドマイヤコマンドに2馬身反差で解消。重症初勝利を挙げた。本場にはこの時点まで4位を含め7人の騎手が起乗していたが、本競争以降は4位が主戦騎手として定着した。変速2冠。編集4月には3歳クラシック初戦のサツキ賞を控えたが、今は同競争の回避を選択し、 条件選出走時から目標に据えていた5月の NHK マイルカップへ向かった。当日は一番人気に支持されると道中では後方に3番手の位置から最後の直線で馬場の内側を抜け出して優勝。GI q 競争初勝利を飾った。この勝利は旧車、馬主、生産者にとっても初めての GI q 競争勝利となった。レース後4位は是非。 この馬でダービーに出たいと昨年のウォッカに続く東京優勝連覇に意欲を示した。関係者間の協議の結果、中2週での東京優勝への出走が決定した。当日は、サツキ賞優勝はキャプテントゥーレの不在もあり、一番人気に支持される。レースでは、後方内側で待機策を取ると、最後の直線では、大外から13頭を次々にかわし、 残り100メートル付近で先頭のスマイルジャックを捉えて優勝。2004年のキングカメハメハイライ史上2投目となる NHK マイルカップ東京優秀制覇の変則2冠を達成。同時に4位も竹豊が1998年にスペシャルウィーク、1999年にアドマイアベガで東京優秀を制して以来の史上2人目となるダービー連覇を達成した。 小バとの対戦、編集夏は休養のため放牧に出され、9月に帰球。初戦には、神戸新聞海に出走すると、追い込み一辺倒であった、従来のレース運びとは異なり、集団から抜け出しての勝利を収めた。競争後、距離やコース適正などを考慮の結果、自走には、クラシック最後の一巻、菊花賞ではなく、小バ相手となる、天皇賞への出走が選択された。 戦後に天皇賞が3歳馬に解放されて以降、日本ダービー優勝馬が菊花賞を回避して天皇賞に向かうのは史上初めての例であった。天皇賞では牝馬の二強とされていたウオッカ、ダイワスカーレットと対戦。戦前は三強対決と注目を集め、当日は両馬に次ぐ三番人気に支持された。レースでは神戸新聞杯と 同じく中段からレースを進め、最後の直線で差し足を見せたが、ウオッカ、ダイワスカーレットから、金差の三着に終わった。自走には、陣営が天皇賞前から、秋の最大目標と明言していた、ジャパンカップに出走。天皇賞で敗れたウオッカラを抑えて一番人気に、支持され、レースでは、スローペースで推移する中、中段から、 やや後方の17頭中12から13番手を進み、最後の直線では出走場中で最速となる上がり3、ハロン33秒8の末、足を繰り出すも早めに先頭に立った、スクリーンヒーローに及ばず2着に敗れた。年末のグランプリ競争、有馬記念は回避し、この競争を最後にシーズンを終える。当年の JPN サラブレッドランキングでは、歳馬として、 歴代読位台となる121ポンドの評価で首位に据えられ、ワールドサラブレッドレースホースランキングでも総合33位につけた。翌1月には JRA 賞最優秀3歳ボバに満票で選出され、受賞式の席上で、今は来春のローテーションと春の GI 勝利を前提とした来週のフランス外専門賞への出走プランを明かした。四歳以降、 編集急車内で調整が続けられた後、翌2009年は4月5日の大阪杯から復帰。GI 優勝馬6頭が集った中で、単勝オッズ1.6倍という圧倒的一番人気に支持された。しかし後位から直線で一旦抜け出したものの、終始ディープスカイをマークしていたドリームジャーニーにゴール前で刺され、首差の2着となった。勝利が、 外線門賞出走条件の一つとされていた安田記念では前年度代表馬に選出されていたウオッカに次ぐ2番人気となる。レースは中断を追走。直線では残り400メートル過ぎで一段の馬群から抜け出し先頭に立ったが残り200メートル地点で馬群をさばいて抜け出したウオッカに一気にかわされ2着に終わった。続いて出走した春の グランプリ競争宝塚記念では、単勝支持率が50%を超える圧倒的な一番人気となった。レースでは道中中段を追走し、直線入り口から外をついて、ドリームジャーニーと並んで追い込むも、同馬に競り負け、さらに先行作から粘った桜目がワンダーも、捉えきれず三着に敗れた。安田記念と宝塚記念、どちらの勝利もならなかったことを受け、 予定されていた外線紋章出走のプランも白紙撤回された。宝塚記念後は北海道のファンタストクラブへ放牧に出された。その後、秋初戦に予定されていた毎日王冠に向け、8月8日に函館競馬場に入球したが移動する2日ほど前にファンタストクラブから左前足に熱を持っているとの報告を受けていた。8月12日に超音波検査を行った結果、 損傷率11%の左前浅屈健炎が判明。前置は9から12ヶ月で復帰は不可能でなかったものの、当年6月22日に休止していた父、アグネスタキオンの後継守護場としての期待も大きいことから、競争生活からの引退、守護場入りが発表された。8月30日付で、日本中央競馬会の競争場登録が抹消され、同日札幌競馬場で、 引退式が取り行われた。引退後は、ダーレージャパンスタディオンコンプレックスで、種ボバ入り。2010年から強用され、初年度の種付け料は350万円。2013年に初年度産区がデビュー。中央の新種ボバランキングで9位と出遅れた。2015年にイーストスタッドへ移動。産区成績の不振から、 初年度以来100頭以上を維持していた種付け頭数は2014年に激減。2015年の種付け量は50万円、または70万円にまで下落した。2015年は8頭まで種付け数が減少したが、主にダートで活躍が見られ、その後は種付け数がやや回復している。2015年11月25日、サウンドスカイが兵庫ジュニアグランプリを勝利し、 中央、地方を通じ3区の重賞初勝利。同年12月16日、同馬が全日本2歳優勝を勝利し、中央、地方を通じ3区の GI 初勝利となった。2018年2月11日、クリンチャーが京都記念を制覇し、芝の重賞を初制覇した。初勝利まで6戦という成績は、東京優秀に優勝馬としては1950年の雲の花に次ぐ。 遅い記録である。今によれば、入球時のディープスカイは、シンバとか特別戦を勝っている馬に比べると、完成度でかなり劣る馬だった。しかし初勝利を挙げた頃から状態が向上し、春には NHK マイルカップ、東京優勝を連勝するに至った。毎日杯から帰場したヨミーは、かれこれ二十六から二十七年馬に乗ってきたけど、二ヶ月の間でこんなに強くなった馬に、 人生で初めて出会いましたと述べている。ゆったりとしたコースレイアウトを持つ東京競馬場を得意とし、道場では7戦二勝2 2着4回3着1回と高い安定感を保った。今もあの馬の客室を最大限に活かせて少々の不利も跳ね返してくれるのは東京のコースかなと語っている。札幌賞を回避した背景にも小回りの中山競馬場は向かないだろうという予測が、 あった。またこの回避に関しては、ディープスカイの前年に、サツキショ NHK マイルカップ、東京優勝を解禁した、今の管理場ローレルゲレイロが、結局一つも勝つことができなかったことも大きく、影響していた。レースでは、機種の意に反して、前に行きたがる面も見せたが、4位は、本質的には折り合いに、不安のあるタイプではないと述べている。日常生活では、 穏やかな馬であり、ダービーの後に4位が9車を訪れた際には、馬房の中で寝転がったままで4位の手から人参を口にしたという。イサムの強いサラブレッドとしては珍しい行動であり、4位は牧場の人が大切にしてくれたんでしょう。だから人間のことを信頼しているんですよ。こんな馬は初めてと語っている。ふとじは GI 競争。サウンドスカイ競ぎや父については、 同馬の子を3勝のこと。母はイギリスで5戦1勝おじにウニオン・レネンなどドイツで10勝を4勝を挙げた、ロイヤルドラゴンロイヤルドラゴン。四大母ミスカーミのメス系からは、数々の活躍馬が出ており、同メス系に属する馬に、ケンタッキーダービー優勝品馬、ウィニングカラーズウィニングカラーズ、ニューヨーク品馬3冠を制したクリス・エバートクリス、エバート、宝塚記念と、 ジャパンカップの優勝馬タップダンスシチーなどがいる。母の父チーフズクラウンチーフ、エスクラウンもこのメス系に属しているため、ディープスカイには母のアビから受け継いだミスカーミーのインブリードがある。ありがとうございます。